飛んでください。はい、マジで無理したで。はい、うおあとかがんでもあれやつあるじゃないですか、フルの側中とか。その時また一個救急車出ませんか。大丈夫です、行ってください、行ってください。はい、チーズ。おお、ナイス、やばいぞ、やばい、めちゃくちゃいい。ちょっとケンとモリミントのパワーアップしすぎちゃいます、これ。3日目用のはこれ窓の中からスカウト来るんちゃうのと思いました。あの髪の毛振り回して。じゃあ本日の撮影、はい、以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。初日終了。ちょっとテキーラどこ。すいません、お待たせしました。1日目皆さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。何にも言わなくて、うわーって感じでやったら俺はドーンってなりますから。だからで、手裏剣が欲しかったらトイレをこうやってやってください、こうやってパンって。そしたら手裏剣ここ回りますから、勝手に。ドラゴンボールの世界ですね。そうっす、そうっす。しかも、トイレを今のこの左手やってる感じとかむっちゃいいっす、こういう。なんかこう、もう片、うん、両手とかでもいいですよね。ほんとに、シュン、マスターですから。ポンって、わしが火出したら、剣道さんの周り、ボーってこうやって火がついて。そう、あとリュウセさんもう本当に変だし、星をこう持ってくるぐらいの、わかります、向こうの星が迫ってきて、こうあの空からの力っていうのでっていう、あのもうあのあれですよね、悟空がもうあのクーラーのあれを超えてやるみたいなぐらいの。だからトランクスがスーパーサイズになってて叶うと思って行ったら全部指でピン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 みたいな、こうどんだけ強いねんみたいな。これ本編よりこの BTS の方がおもろいんじゃない、これ。ここでバンッガーンみたいな感じで、トイレがパンってちょっと押してみてください。ブスっていう、なんだ、え、はい、何これ、ちょっと待ってみたいなことやりながらっていうことですね。あー、クソかっこいい、これやばい。